前田殿も。毎度岩本でございます、この度の動画は5月5日子供の日、京セラドームで行われましたオリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの試合をお届けしたいと思います。結果6-3、ファイターズのこれ何ていうかな、逆転されたけどももう一回逆転した、まあ、いわゆる逆転勝利です。おう、はい、6-3です。先発ピッチャーは、オリックスカスティーヨ、そして日本ハム伊藤博美のマッチアップとなってます。お互い0点からのスタートだったんだけども、2回の表にねカスティーヨがふらついたんですよ。これね、本当に僕がよく言う2イニング目のエアポケット、これどっぷりでしたよね。でやっぱ1勝1敗から今日やっぱり勝ち越したいという先発ピッチャーの気持ちが強かったのか、なんかふわふわしてる間にランナーを抱えていきなりマンチューがツーベース、ほんでレイエスが三振するも松郷が、ライトフライになってツーアウト、そっから上川畑がもう勝負強いやんか、0-2からやで、追い込まれてるけどレフトにタイムリーヒットを打つ、先制点で水野ヒットで、はい、つなぐ、ほんで郡司がまたまたセンターへのタイムリーヒットと、なんかこうファイターズの点の取り方、ツーアウトになっても何が起きるかわからない、それが非常に描かれた点の取り方でしたよね。もうカスティーヨもあれよあれよという間に失点をした、そんな感覚じゃないかな。うん、でゲーム振り返って、あそこもうちょっと落ち着いてバッター見たらよかったなとか、そんな気持ちになってるんじゃないの、うん、と思いきや、2回の裏伊藤博美、2点のリードもらって、最近の伊藤博美だったらもうこのまま、ああ今日ファイターズもう逃げ切りもあるんじゃないかというような、雰囲気を持ってるピッチャーだったんですけども、宗がヒットで出ました。で西川がフォアボールで、またまた頓宮がフォアボールと、うん、ノーアウト満塁、2点のリードを、すごく保守的に守りに行こうと思ったようには見えなかったんだけども、ここもやっぱり2イニング目のエアポケットだと思うわ。ふわふわで表情もさえず、なんかやることなすことがうまいこといかない、だから嫌な流差にこう足元をさーっと持っていかれてるようなマウンド、これあるんですよ。調子のいいピッチャーでもこういうことがある、調子のいいピッチャーこそじゃない、調子のいいピッチャーでもこういうことがあるということね。ほんで結果満塁から、北が、タイムリーヒット打って、で紅林もタイムリーヒット打ってと、これ逆転になったわけやね。まあでもその後3回4回5回6回7回、伊藤博美は7回途中まで、カスティーヨも7回途中までか、お互いのピッチャーが、その試合をもう一度仕切り直して、僅差の、うん、すごく緊張がずっと続く試合展開を、作ってくれたと言っていいかな。で7回終わって3対2オリックス1点リード、8回9回、オリックスどんな投手リレーするのかな、まあここは見どころですよね。8回の表、前の回ピシャッと抑えた富山に代わって、このイニング宇田川がマウンドに上がるんですよ。タミヤにストレートのフォアボール、これグッとね、ファイターズはもう絶対追いつける追い越すの雰囲気になってた、ベンチは。それはなぜかというと、どっからでもランナーを進めて得点を重ねることができるチームになってるから。でしかもストレートのフォアボール、ピッチャーアップアップでしょ。タミヤがストレートのフォアボールを選び、マルチネスの時にタミヤ盗塁やからね。足もある、足も速いタミヤがその盗塁を取り、もうこれで一気にオリックスは緊張感たっぷりですよ。でランナー二塁からライトヒット放んで、これがマルチ一塁三塁を作る。ほんでバッターボックスには万波中正と、ほんで一塁走者マルチネスに代わって中島拓で、そこでマンチューは見逃し三振に終わってしまった。ほんでレイエスに代わって代打石井和成、ああこれ美味しい場面で回ってきたね。ワンアウト二塁三塁で、でそこでねセカンドゴロ、前進守備のセカンドゴロ打ったんだわ、石井和成が。あたーと思ったら、義母が力んでボール引っ掛けたんやね、送球。それでホームイン、悪送球のエラーついたんやね。ほんで追いついて一気に盛り上がったところ、7番の松本剛が、ランナー一塁三塁、ツーワンからセーフティースクイズ。なんかファールとかもあったんだけども、セーフティースクイズを、カウントツーワンから決めた。で、宇田川がグラブトスした。これね、もう、スーパースローイングやったらアウトに取れたかも、トスがね。でも、もうここ一番でやっぱそれは決まらなかった。で、ランナーのスライディングも鋭かった。で、そうやって、またまた追加点、これ逆転したのよ。もうこれでお祭り騒ぎやね。で、ことがこじれたオリックスはもうどうやってもニッチもタッチもいかない状態で、で、上川畑がサードライナーでアウト、ツーアウト。水野が勝負強い。水野が勝負強いやん。前進守備の外野の頭を抜く長打で、これタイムリースリーベースよ、2人返したよね。もう試合を決定づけるかの
水野のタイムリースリーベースが出て、これで勝負ありと。で7回の途中からマウンドに上がった杉浦が5球で1つのアウトを取った、これ三振で取った。でその後逆転して8回の裏、川野隆成1回を12球ピシャリ三振1つで、田中正義も1回を12球三振1つピシャリと。逆にファイターズが盤石の投手リレーになったと。これ不思議やね。終盤まで何が起きるかわからないそのプロ野球だけども、連覇をしているオリックスが本当終盤に来て一つことがこじれた時に大きくバタついてしまった。でもそのほころびを感じたファイターズが一気にそれにつけ込みランナーが進むエラーを誘う、最後はダメ押しのタイムリーを打つなどなど、結局ね、その攻撃の手を緩めなかったファイターズが8回にだってタミヤ走らせたわけよ。1点ビハインドの中で貴重なランナーじゃない。その走らしたりとか攻撃の手を緩めないファイターズにすごく脅威を感じた、バファローズが結果逆転負けを喫したというような、そんな試合とも取れるね。ファイターズはそれを生かし逆転勝利を収めた、こういうコメントになるんだけど僕たちはね、でも伊藤大海がね思わずエアポケットに入って、2点先取点取ったチームがいたのに、それをあっさりとその裏で逆転されてちょっとしらけるようなところでも、今年のファイターズの戦いはね、例えばワンアウトからでも送りバント決めたりして相手チーム相手バッテリーにすごくプレッシャーを与える、そういうチームなのよ。でそれがもう気がつくと相手チームの野球を壊し勝利すると。いいね。これバファローズに勝ち越した、1勝2敗じゃない、バファローズに2勝1敗と勝ち越した、次の日から、ね、これゴールデンウィークの変則日程だけども、ホークスと3連戦、首位を走るホークス。だってこれひょっとしたら首位もあるよ。このカードで3連勝したらゲーム差つけて首位もあるわけですから、まあそう焦らずに、そんなうまくいくこともなくですよ、地道にホークスにファイターズ勢いあって強いんだぞというようなプレッシャーを与える、そんな野球を見せれば勝ち越し、3連勝なんて欲も出してもいいような、野球に見えるんじゃないかと思いますね。はい、楽しみですね。